皆さんこんにちは、ボトムガンです。本日は世界一売れているビジネスジェット機、ホンダジェットについて解説します。ホンダジェットは日本の自動車メーカー、ホンダが作った飛行機で、今までに200機以上売り上げた世界一売れているビジネスジェット機です。小型ビジネスジェット機のカテゴリーで、2017年から5年連続で世界一を達成しています。著名人ではトム・クルーズや堀江貴文らが所有しており、トム・クルーズは自ら操縦しているそうです。さすがトップガンの主役ですね。 ホンダジェットの研究が始まったのは1986年で、そこから30年の研究開発を経て、2015年から運用が開始されました。通常の航空機開発では、機体メーカーとエンジンメーカーは別なのですが、ホンダジェットは機体はもちろん、エンジンも GE と共同で開発しており、機体に合ったエンジンを開発できています。航空機の開発は、ホンダの創業者であるホンダ総一郎の創業当初からの夢でした。 幼少期に見たアメリカの曲芸飛行士アート・スミスの飛行に魅了されたのがそのきっかけだったようですホンダジェットの設計上の特徴は大きく3つありますまず1つ目は主翼上面にエンジンが配置されていることです翼上面は空気をきれいに流し上向きの力揚力を得る必要があるので流れを妨げるものは置かないのが航空機設計の常識ですなので一般的なビジネスジェットでは胴体の後方にエンジンがついています ホンダジェットはこの主翼上面のエンジン配置により胴体にエンジンを支える構造物がなくなり室内空間を広く取れますまたエンジンが胴体から離れていることで騒音や振動を低減さらにエンジンの前の空気の流れを遅くし衝撃波を低減することで燃費改善と速度アップが図られています二つ目の特徴は自然送流浴と自然送流ノーズです ノース形状はハワイで見たフェラガモのハイヒールから得たイメージを生かしたそうです送流浴というのは空気の流れがきれいに流れる翼形状のことです翼の断面で一番厚い部分が一般的な翼よりも公園側にあることで圧力勾配が流れに沿ってなるべく逆向きにならないようになっていますこうすることで空気がきれいに流れる送流の領域が広くなり流れが乱れている乱流よりも空気の摩擦抵抗が大幅に小さくなります 3つ目の特徴は機体をカーボン複合剤の一体成型で製作していることです。これにより頑丈な機体へと仕上がり客室内を余圧した状態で気圧の低い高高度を飛行することが可能です。他のビジネスジェット機が高度約1万2000メートルを飛行するのに対しホンダジェットは高度1万3106メートルを飛びます。高高度では空気が薄くなり空気抵抗が減るので早く飛べます。また悪天候やジェット気流による乱れなどの影響を受けづらいので安定した飛行が可能です。 ホンダジェットにはいくつかタイプがあり2021年22年に続けて発表されたのがホンダジェット2600コンセプトとホンダジェットエリート2です2600コンセプトはホンダジェットの大型版で乗員が7人から11人に増えていますまた航続距離が 4862km ともともとのホンダジェットから倍以上に拡大されておりアメリカ大陸横断ルートを無着陸で飛行可能となりました ホンダジェットエリート2は燃料タンクの拡張により航続距離を 2865km に延長しました。また、オートスロットル機能と緊急着陸装置という最新の自動化技術によりパイロットの負荷を軽減します。さらに、バイオマスなどに由来する持続可能な航空燃料、通称サフの利用も考えられており、従来は既存のジェット燃料50%、サフ5 0の割合で使用されていましたが、サフ1 0 0の試験にも成功しており、この技術が盛り込まれることが予想されます。 このように快適性、燃費性能に加え、自動化、サフなどにより進化を続けるホンダジェットから今後も目が離せません。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。